じゃあこんにちは。あれ、なんか今日はさ、なんだこれは。この前ね、番組でちょっと時間があったから、はい、あれ血液型って結構野村克也さん言ってたよね。あ、そうなんですか。言ってたんだよ、うん、A 型はどうのこうのとか、神経質で細かくてみたいな、はい、で、まあ、O 型はおおらかでなんか気にしねえなとか、うん、B 型はなんかマイペースだなとか、うん、AB 型は天才肌だなとか、うん、まあいろいろ言ってた、はい、それが気になって、うん、その木曜日、9月10日の選抜メンバー、はい、全部血液型調べたんだよそれなんかあれじゃないですか、飲み会のネタになるようなあれじゃないですか。いやいや、血液型。でもさ、面白いのがさ、はい、各球団のエースって言われる人、ピッチャー、はい、菅野何型だと。菅野投手なんか A 型っぽいですね。 A 型なの。おお、 A なんだ。マー君とダルビッシュは何型だと。なんか O 型とか。 A 型なんだよ。あ、そうなんですか。則本。そしたらもう流れで A ですか。うん、千賀は。じゃあ流れで A ですか。うん。え、いやね、各球団のね、エースクラスってほとんど A 型が多い。で、あのヤクルトの石川、小川、これも A 型なの。あ、そうなんだ、うん、しかも、これ DeNA の今永投手も A 型 A なんですか。うん、で、あの西武 の、はい、あの今井、甲子園で優勝した、はい、A 型、宇都宮も A 型。私は楽天の後、ここもびっくりしました。涌井投手、涌井も A 型、岸投手も A なんだ。松井も A 型。でもこれ先発ですよね、みんな。先発は。これ抑えになると。抑えになると、O 型が多いんだよ。なんでだ？え？やっぱね、A 型には耐えられないぐらいの、うん、重圧。だから重圧があるんだと思う。O は大らかだから。大らかだから。そう。待ってられるんだよ。A 型ってよくね、繊細とか綿密とか。そうそうそう、こうね、きちんとこう計画立てるとかあるじゃないですか。だからじゃあ今日は8回までをどういう風に割り振って投げようかなとか、うん、いろいろ考えながら投げる人が多いんですか。じゃあ楽天なんかさ、はい、ただね、書いてあったのが、うん、本にね、うん、大型のホームラン、ホームラン打者だとか、はい、安打製造機、うん、大型が多いらしいんだ。安打製造機は大型とか、はい、B 型が多いらしい。O と B、はい、うん、A 型はホームラン打者いないんだよ。なんか中継ホームランバッターいないんだよ。なんかポテンヒットとかそういうことですか。だから名球会とかは A 型って少ないんだよ、はい、O とか B が多い。 B、 調べるとね。なぜだ。やっぱ性格的なものがあるんだよね。やっぱ A 型ピッチャー多いっていうのはやっぱ繊細なんだよ。だからコントロールとか気にするじゃん。ああ、そういうことなんだ。で、面白いのが、はい、日本代表にサッカーなんだよ、うん、サッカーの、はい、B 型がいないんだよ。何型が多いんですか。 O と A。 え？で、AB と、うん、B がいない、いない、不思議と。で、はい、本を読んでいくと、うん、B 型っていうのは、うん、団体競技に向かないらしい個人の、あ、テニスとか、ゴルフとか、ゴルフとかが多いらしいんだよ。ということは B 型は個人タイトルを取ってる人たちって B が多い。いや、多い多い。だから長嶋さんの代表的なのが B 型なんだよ。それで面白いのがさ、はい、オリックス、オリックス、はい、B 型ばっかりなんだ個人競技じゃないんですか。いや、大城、吉田正尚、中川、はい、T 岡田、杉本って今外野で使われてるのが、はい、これ全部 B なんだまとまらない、チームが。チームが流れがないっていうで、A と B って、はい、なんとなくだけど、はい、合わないってなんか聞かされてない。あ、そうなんですか。やっぱ A はさ、協調性だけど、B は個人で、なんとなく考え方が合わない、はい、西村監督 A 型なんだよ、うん、はい、組み切れない。で、中島がやっぱ A 型なんだよ。じゃあちょっと苦しんでると思うよ。これ監督は何型の人を持ってくればいいですか。監督は意外に A 型が多いんだよ。ということは B が多すぎるから、 B が多すぎるからどうしたらいいんですか。合わないんだよ。どうしたらいいんですか。だから血液型も含めてドラフトした方がいいんじゃないかっていう。ああ、そういうことか、うん、もはやじゃあ B 型の選手は向いてるんですか、野球選手には。
だから団体競技には向かないとは書いてあるんだよね、うん、ただまあ小さい頃からいきなりプロになって野球のプロになれるわけじゃないじゃない、はい、だから培ったものがあるからそれなりには振る舞ってるけど、うん、まあ言わないだろうけど腹の中ではいや俺が良かったらいいんだよみたいなそういう選手が多いんじゃないかなと思う。あでもオリックスの場合でも個人個人ですごいいい選手が多いんで、多いんこれでもどうまとめるかですよね、うん、監督も B にしちゃったらいい、うん、で極端なのはね、はい、楽天、はい、小深田、鈴木大地、茂木、うん、浅村まで大型なんだよ。あ、はい、1番から4番まで、はい、でその後、うん、ずっと A 型島内、田中、岩見、島内選手 B になってます、うん、あ、B に、あ、B が挟んで、うん、田中、岩見、辰巳、足立っていうのが全部 A なんだ。だから島内選手は個人競技をしたとしてもその後はまた A で連帯協調性に戻っていくってことなんですか。それで何を言いたいかというとさ、はい、今の今現時点で調子のいい全日本のベストメンバーを選んだんだ、はいね、1番ショート坂本、はい、AB 型、うん、2番柳田、うん、AB 型、うん、で3番レフト吉田 B 型、うん、4番鈴木誠也、あの鈴木誠也か、はい、A 型、はい、で5番ファースト、あセカンド浅村 O 型、うんで6番サード岡本 A 型、うん、で7番 DH 中田 O 型、うん、で8番キャッチャー梅野 A 型、うん、で9番ファースト村上 O 型、うん、これと、うん、これ全日本じゃん今読み上げた、まあ俺が、まあ、今現時点で選ぶとすればね、豊さんが選んだ全日本メンバー、全日本メンバー、はい、じゃあこの血液型と、はい、どこが似てるかっていうとさ、チームですね。チームどこなんですか。ジャイアンツが似てる。あ、まあ坂本選手はまあまあいるとして、まあ坂本がいるとして、はい、AB 型が亀井も AB 型なんだ。で丸も AB 型なんだ。ああそうなんだ。で AB 型の特徴って、はい、天才的なところがある、はい、それとクリエイティブ、はい、演出ができるという、うんうんうん、演出ができるということはここどうしたらいいかっていうことが分かるということ。で、気に入らないのが、ちょっと待って、どういうことですか。あ、大城が入ってないからいいや。大城 B 型なんだ、キャッチャーね。そうですよ。キャッチャーの B 型って、なんか困るっぽくない。どういうことですか、困るっぽくないっていうのは。なんか勝手にやりそうじゃない。でもキャッチャーっていないんですか。キャッチャーは野村克也さんと古田が B 型なの、はい、じゃあいいじゃないですか。でも、はい、谷繁とか、うん、ああいうこう、梅ちゃんとか、はい、A 型なの。え、どっちがいいんだろう。だから耐える方は A 型だよね。はい、そうです。相手ピッチャーに対して、はい、おいでおいでって、うん、B 型は要求するんだよ。あ、ピッチャーに対して違うだろうと。そう、はい、こっち来い、こっち来いみたいな、うん、いや、だけどこの、なんていうの、全日本のメンバーと血液型を比べると、はい、比率的に、多いんだよ。あの、似てるんだよね、巨人。だから、あ、血液型で打順を選んだりだとか、うん、あのメンバーを構成する、うん、面白いなと思ってちょっとやってみた。なんかそれも一つの手ですよね。一つの手。おー、だから AB 型を入れるっていうのは一つの手だね。その天才的だったり演出をするっていう意味では。そうそう、全部 AB で。で、監督が、はい、あのあれだよ、原監督。原監督だ。何型ですか。 A 型。じゃあ監督としてもでね、はい、AB 型は A 型を乗せてくれるらしいんだよ。はい。坂本は原監督を乗せちゃうという。あ、逆じゃなくて。逆じゃなくて、最初は乗せてたけど、はい、坂本を育てるのに、はいはい、でも原監督のこの前の、はい、あの1067勝の時に坂本のこと言ってた、はい、聞かれて、うん、で昔は私が引っ張ってそれは育てたかもわからないと。でも今は彼が私を引っ張ってくれてるって、うん、まさにそう。 AB 型と A 型、まさにそう。丸もそうでしょ。あと亀井もそうでしょ。選手もそうだ。だからここら辺はもう原監督乗りまくりだから。だってあの通算何千勝の時の表彰されてた、あの持った時に原さん真ん中で両サイドが亀井選手と坂本選手。そう、偶然にもな。もうね、乗りまくりだから原監督が。もう乗っかっちゃった。そうそう、
いやだからこういうデータを見ると、はい、やっぱりさオリックスってなんかチームがまとまんないなまとまんないなって言ってるじゃない、はい、まあ B 型が悪いっていうわけじゃない、もちろんなそうです、ね、もちろん悪いっていうわけじゃないよ、うん、はい、だけど、うん、これだけ B 型がいたらまとまんないのかなっていう、面白い、だから血液型でも見るとこんな面白いこう分かることがあるよっていうことですよね。そうだね、だから A 型は短命ならしいんだよね。そうなんですか。いやいや長くはできてないっていうのあんまりね、いろいろストレスとか抱えちゃうんですかね、抱えちゃうんだよね、もしかすると。だからまあ4種類しかないけどさ、はい、でも4種類あるっていうことは何かの傾向が出るっていうことだよね、うん、だから打順組む時にでも例えばクリーンナップに B 型3人だともう勝手なことしやりだすとかさ、うん、でも B 型を挟んで O 型と A 型がいるとなんかバランスが取れるとかさ、はい、多分そういうのもちょっと研究してみようかなと思って。あ、それ研究したら面白いかもしれない。動物占いでもやってみようかな。動物占いだとものすごい、またちょっと待ってくれ。え、動物占いは当たってるよ、はい、最近見てるけど面白くて。わかりました、じゃあいつか動物占いでクリーンナップをどこが優秀かっていうことをどこが相性がいいかとか、そうです、つながりがいいかとかちょっと出してみる。血液型の次は動物占い、動物、もうひっくり返りますよ、やってる選手と監督たち。まあでも一理あると思うよ。まあそうですよね。例えば、うん、一時期清原が打ったら松井が打たないとか、はい、松井が打ったら清原が打たないとか、うん、やっぱなんかねそこら辺で流れがあるんだよ。動物占いで経営の中だったのかもしれないですよね。かもね、それも含めてちょっと調べて。わかりました、じゃあちょっとね血液型の面白いデータは出たので、はい、まあね、次いつかちょっと動物占いでもそうだ、ね、これをねやってみましょう。まああくまでねこういう血液型のこういうのもありますよっていうことなので、まあ、はい、こんなことやってる場合じゃないですけどシーズン佳境で、ね、あのこういうネタをなんかねあの飲み会の席で ね、まあ、ねちょっと披露するとなんか、はい、わあ面白いなって一ネタ盛り上がるかなと思います。ピッチャー菅野だからね、ここはね全日本はそうですね、 A 型A 型